入ってきてなかなか体調とかに合わせて調べていくの難しいですよね。でかつ私たちみたいなフリーランスで仕事をしている人やあとテレワークしている人、なかなかコーディネートがずっと同じでってなりがちじゃないですか。今回はそんなプロジェクトの悩みを解決してくれるワクワク服を着れるような方をご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。フロムまさこクローゼットでパーソナルスタイリストをされている和田まさこさんです。着回しは節約できるし、手持ち服がもっと好きになる、新しい発見があって心がワクワク満たされる、素敵なところだらけなので、今日は何か伝わればいいなと思っているので、よろしくお願いします。ではまさこさんに登場していただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はシトロンちゃんのリアルクローゼットから持ってきた春夏物のお洋服で着回っちゃいましょう。イエーイ。今回はこの2着が気になったので、この2つのお洋服で着回しちゃいましょう。フィッシュなカジュアルシャツとミニスカートの緩急バランス、大人コーデです。今回はピスタチオカラーのロングテムワンピースをスカートとして着回しちゃいましょう。イエローを縦軸にすっきりした印象に、襟ぐりを当てて袖をロールアップすることで抜け感と女らしさを出しました。ボルドーとピスタチオの配色が目新しいおしゃれ感のコーデです。カーディガンは通りではなくボタンを全て閉じることで着回し力がアップします。袖口をロールアップすると見える裏地がストライプになっていたので、腕感だけでなくコーディネート自体にも動き立てました。ホワイトのサンダルがコーデ全体を引き締めまとめてくれますよ。カートからたくさんのコーディネートを作っていただきました。ありがとうございます。
と白のバランスの感覚がとても綺麗な可愛い感じの、私も個人的に欲しいなって思っちゃったんですが、素敵なブラウスですよね。まさこさんのおかげでいろんなコーデを知ることができました。今日はとっても楽しかったです。私も楽しかったです。まさこさん、いろいろすごい技の持ち主でもありますので、インスタグラムとかいろいろ見てあげてください。応援してます。まさこさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。ではまた次の回で。